さん、ハロウィンは楽しみましたか？私なんて、普段から街を歩いてるとコスプレですか？って聞かれるんだぜ。私は巫女だから、出番はもう少し先になるね。お正月が巫女の本番だよね。初詣は、由緒正しい白霊神社までお越しください。皆さん、こんにちは、こんばんは、くるくるくるです。マリオメーカー、今回も実況していきたいと思います。今回はツイッターで紹介していただいたコースですね。2周年マリオメーカースーパーマリオレールランドいちごたんさんのコース、クリア率は 6%、 ベストクリアタイムは2分51秒、目標はタイム制限で引っかからないようにクリアすることかな。お、これ左に行けるのかなと思ったけど行けないか。なんだろう、音符がいっぱい、演奏系？いや演奏じゃなさそう。あ、演奏だ。あれ？あれ？何なんだ？演奏なのか違うのか。あー懐かしい。これゲームボーイのマリオランドだっけ？それの音楽だ。やべ、超懐かしいんだけどこの音楽。あ、これ乗れる雲だ。いいね、この飛行船っぽいのもありましたよね、マリオランドで。てて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 、中間ポイントがあるけどあれ取れなくない？どうすんの、どうすんの、どっちに行けばいいの。えい、え、無理無理無理、どうするの。よし、やっと中間ポイント取れた。結構難しいぞこのボス戦。お、次はなんだ、ファイヤー。そして反強制スクロール。何が来る？すげえ、なんかこの音楽もありましたよね。洞窟っぽいステージだった気がする。あったのはこれ、下に行けたんじゃないのかな。わーい、ここの赤コインはどうやって取んの？2周する？よいしょ。これ1周じゃ無理だもんね。2周するのかな。てか戻るんかーい。ほい、じゃあ次、上上上、挟まれないよ。よし、やばい、面白すぎるんだけどこのコース。でピンクコイン、これ取れないかーい。あれはカミックに壊してもらうのかな。ここ入るのかと思ったけど入れないし。あーい、やべえ、まだ鍵が揃ってないから鍵扉入れないんだけど。やべ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 、えい、あーびっくらこいたー。なんか出てきたよ。こっちこっち、カメック、カメックさん、こっちこっちよ。よし、あれは壊せるだろう。よし、でもちょっと違うところが壊れたような気がする。あー、どんどん敵の攻撃が激しくなっていく。あの、ファイヤーください。絶対こう言わないからファイヤーください。そしてこれ避けるのつらいよ。これ本当のマリオランドのあのステージより、あー倒しちゃった。お、壊れた。これ次でいける、次でー、よいしょ。嘘だー、ほい、取れたー。よーし、これでようやく。何往復したんだろう一体このスペース。そしてずっと鳴り続けるこの音楽、音楽がすごいね。コースの作りもすごいし、なんでさ往復してんのにちゃんと同じ音楽が流れるのかって、これびっくり仰天ですよ。このコースを紹介してくれた人も言ってたんですけど、こういう職人さんもっと評価されてもいいと思いますよね。あんまり他の実況者さん実況してないじゃないですか。当て、これ最後は当てって、なんだ当てって、果てだよね。よし、
ファイヤースルーしていっちゃった。何に何に何に B スイッチもあるし怖いんだけど。とりあえずハテナブロックとかはできるだけ叩かないでいく。ドゥドゥドゥ、怖いな怖いな。攻撃激しくない？よーし、はい。こっちの攻撃はまだクッパに届かないから、これ避けられるかな。うまく避けたぞ。はい、おーい、これでダメージを与えられるかと思ったけど与えられないんかい。で、帰り道はまた敵が増えていくスタイル？嘘だ。できるだけ帰りの分のファイヤーフラワーとかは取らないで行きたかったけど、どうすんのこれ。よかったのかな。これでいいのかな。よーし、何がどうなったか分かんないけど、これで完全クリアだ。せーの、クリア。デイジー助けて、無事に脱出しましたとさ。素晴らしい。はい、お次はこちらのコース、ファインドタイムマシーン、時空研究所タイムマシーンを探せ、アフロディーテさんのコースですね。ベストクリアタイムを持ってるのが東洋さんだ。クリア率は 5%。 早速遊んでいきましょう。これは普通に入って大丈夫？お邪魔しますよ。本当に研究所っぽい作りだ。そしてどこに行くべきか行かないべきか、ドスンがどんどん道を切り開いてくれる。と次はトゲコンボ。さっきのドスンの上行けそうな気がしなくもないんだけど、一方通行だけど、うまくいけば行けそうな気がするんだよね。ほい、ブラックパックか。これ右から何か出てくる？出てこないんかい。これはまたドスン？ほい、違うんかーい。こっちかな。はい、右、左、トゲコンボ。これでピンクコインを回収してもう一周するのかな。よし、これ当たらないよね。で、無事に下に道が落ちていって土管に入れると。お邪魔しまーす。まだピンクコイン1枚なんだよね。取り逃したりしてないよね。おーい、怖いよ。このコインは何かヒントになってんのかな。進んじゃって大丈夫？これで床が動き出す。はい、おい、はい、はい、ピンクコイン取ったぜ、ピンクコイン取ったぜ。すごいすごい、このコースも。どうなってんだこの作りは。ここ乗ってるよ。乗ってたらダメか。よーし、この青いやつに窓は、うわわわわ、挟まれる。挟まれないんかーい。どうなってんの。すげえハラハラドキドキするんだけど。ほい、キラー放題があるから、このキラー放題を使ってピンクコイン取れば OK。 違う、これで上行けるのか。上行ってピンクコインをゲット。まあ2周はしなきゃダメだね。おい、入れた、よかった。待って、これどうすんの。よし、どのタイミングで乗るの。下に来たタイミングで乗りたいけど、ここです。あー、届かない。次右に来る。よし、乗った。タイミング合わなくない、これ。タイミング合ってないんだけど。無理じゃない、無理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 。ちょっと一回入り直してこよう。入り直せないんかーい。お、届いた。あー、ギリギリの調整ですね。で、次はこれ、左側行けるっしょ。ほい、行けた行けた行けた行けて。ここはどこ、スタート地点のところ。あれ、なんでスタートに戻されてるの。大丈夫？え、嘘だ。本当に大丈夫？入るしかないよね。入るよ。何か変わってんの？バネが出てきた。さっきこんなバネありましたっけ？なんでなんでなんで？ほーい、よーし、登れた。次、お、中間ゲットだぜと。叩く。また押される。キラー何かに使う？使わなそうかな。よし、じゃあお邪魔しまーす。
右側のピンクコインどうやって取るんだろう。これで踏むと踏めないか。靴を履いて、よいしょ、挟まれないようにダッシュだってと、おーい、よし、いった。ここで靴を脱ぐ、戻る。そうすると、おい、こっち側に行けるようになって、靴履いたまま行けないかな、行けるよね。よし、ピンクコインがこの辺にあったような気がする。よし、取れた。次はここは降りちゃっていいのかな。いや、違うかな。どっち行くんだい。ほい、次行くところ、あ、この土管の中かな、多分そうだね。はい、お邪魔します。次行く場所を見極めるのが大変だけど、この辺にピンクコインがある。よし、あ、うっそ、やだやだやだ、やめて。この辺、よし、靴履いてガリガリを飛び越えて、まだピンクコインどっかにあるのかな。これ怖いな、どうやって抜けていくかな。まあ、おお、もうちょっと、もうちょっと、ゴリ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 、できなかった、畜生め。おし、おし、おし、もう何がどうなってるのか緊張して全然喋れなかった。ここで脱がされる。こっち行くしかない。違うの？え、嘘、こっちじゃないの？これもう死んだんだけど。え、本当に？嘘、なんで？さて、これでいいよね。次どうすればいいの？え、わからないんだけど、本当にわからないんだけど、キラー放題から何も出てこないし、右側のコイン何もなかったし、戻る？嘘だ。なんで別のところに出るの？まあいいや、じゃあ靴をもらって、これは上に行けっていう多分ことだと思うから、上に行くよ。あー、ダメか。勢いが結構足んないわ。ほいほいほい、おーし。これは上に行けるのかな？行けた。よーし。何か降ってくる？上の。メットか、かぶって、あ、下にピンクコインがあるじゃん。気づかなかった。おーい。これ壊すと何が出てくる？メットをかぶってるから、これは下に押してくれるっていうことなのかな。この辺にピンクコインあった、取れた。そして、なんだ、羽ばたいてから、持ち上げる。おお、当てた。で、次。ここまで靴履いては来れないよね。だから、砲弾をうまく踏むんだと思うんだけど、おい、おーし、来れた。ピンクコイン残り3枚、ちゃんと取れてるのかな。ここ降りていくのか、これ難しいわ。お、はまった。これタイミングがちゃんとあるみたい。よーし、抜けたー。残り2枚。でもそろそろ中間が欲しいなと思ったらちゃんとあったわ。タイムマシンはどこにあるの？これは左か。わ、またこういう挟まれる感じ。何ここのピンポンって。ピンポン、無理無理無理、避けらんないから。下行くよ。キノコ取るよ。わ、怖い。よいしょ。うっそ、うっそ。なーに？叩くよ。壊れたよ。そしたら何かが変わるの？本当に変わる？俺のこの人生を変えてくれ。何が変わるんだい？葉っぱが出てきた。あ、これで右側のあれを壊せる。
これを壊せる。そしたら次は何が出てくる、何が出てくるっていうか、何が変わる、本当に何が変わる、全然わかんないんだけど。飛べる、ほい。右側のファイヤーバーの上、いけそうな気がしませんか。ちょっと狙ってみる。ただ葉っぱが早く出てきてくれないと困る。葉っぱたーい。あ、しまったー。嘘だ嘘だ、ここまで来てやられたくない。キノコでも何でもいいから早く出てきてくれ。難しくない？おし、葉っぱ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 。 B スイッチ、これは想定外。空飛んでくのかなと思ったけど、 B スイッチ使うところここにあったね。おし、お邪魔します。いただいていこうか。これ何にも入ってないよね。一応入ってることは入ってるんだ。とりあえず進んでいきましょう。こっちしか行けなそうかな。うっそ、一枚足んないんだけど。ちくしょうめい。ああ、一枚ピンクコイン取れなかったの悔しいな。最後の一枚どこにあったんだろうな。やっぱり飛んでいくところかな。時空研究所タイムマシンを探せ。ありがとうございました。めっちゃ時間かかってる。はい、今日の最後はベビさんのコース、引っ越し。このコースを遊んで終わりにしたいと思います。今日はさっきまでやった2コースが長いコースだったんで、ちょっと短いコースでね、最後は終わりにしたいと思います。多分パウブロックを全部乗っけていけばいいんじゃないかなと思うけど、これで違ったら恥ずかしいよね。ドヤ顔で言っておいてね。ドヤー。よし、乗っけて、あと1個詰めるかな。詰めたね。はい、じゃあ引っ越しスタート。サンバのリズムでいくよ。合ってるっぽいね。パウブロックをこの下に積んで積んで、まあ、全部持ってなくても、あ、持ってないとダメか。ちゃんと壁で塞がれてるね。よいしょ。なんでこんなめんどくさい引っ越しをするんだろう。マリオ運送はブラックですからね。気をつけてくださいよ皆さん、頼むときは。ほい、乗れないんですけど。ほい、よし、乗れた。ゴール。マリオ運送は超絶ブラック企業です。気をつけましょう。引っ越しベビーさんのコースでした。ありがとうございます。それでは今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回のマリオメーカー実況でお会いいたしましょう。チャンネル登録がまだお勧めでない方は、よろしければチャンネル登録していってくださいね。それでは次回はあなたのコースにくるくるくる。バイバーイ。